自分ももしかしたらできるんじゃないかみたいなこう勘違いを。いやでもすごいですね、それが起業となると。そっちはすぐうまくいかなくて、不動産中心にシフトされていった、あと半年もたないみたいな感じになってくるわけじゃないですか。自分にスキルがあることで仕事を作った方が早かったし、自信もあったし、はい、大学校やってるんだからタイ語できるよね、読めるよね、あはいって言わざるを得ないですよね原動力に使ってるんですね、行動の。そうですねまあちょっとド M みたいなそうですね。アジラボ。その2つ以外にいろいろ挑戦されたことってあるんですか？不動産の仕事ってやっぱ日中がの動きがメインなんですね、はい、特に一番多いのはやっぱり土日の仕事っていうのが圧倒的に多いんですけど、はい、タイ語学校の場合は結構平日の夜に皆さん受講相談してくださったりとか、はい、あと時々ワードプレスでウェブサイト自分で作ることができるので、まあ、これ大っぴらにはやってなくて、はい、時々知り合いベースでなんかやってよ、頼まれてやるんです。あのウェブサイトの仕事って余った時間でできるんで、はい、まあ、そういうのでやったりとか、はい、あとはその今までまあナイトマーケットやってみたりとか通訳の仕事やったりナイトマーケットやったんです。そうですね、はい、まあ、すぐやめましたけど、はい、全然うまくいかなくて販売してたんですよナイトマーケット。そうです、あの皆さんも多分ご存知だと思うんですけど、鉄道市場っていうタイでも有数のこう有名な市場、抽選で枠取れるんですけど。あ、抽選なんですね、あれって。月に1回抽選があって、空いたところを奪い合う抽選で、はい、うちのスタッフが100分の1の確率当ててしまって、当たったんですあ、じゃあこれはやるしかないこれはやるしかないと思って、はい、ナイトマーケットやったりもしましたね。あと通訳って言いました。あ、そうですね、ちょっとしたタイ語の通訳とか英語の通訳とかの仕事でちょっとついてきてくれないっていう形で、まあ、行ったりとかしたこともありますし、イベントの運営とかコンサル資料、プレゼン資料で200ページぐらいのものを作らせてもらったりとかしたこともありますね、はい、なるほど、むちゃくちゃやってますね、いろいろ。そうですね、最初の頃はやっぱりあの、はい、特に不動産の仕事今よりも当然少なかったし、今はタイ語学校とかそれ以外の授業で賄っている収益って昔は当然なかったので、はい、でそれがない中でも収益化するためにどうするのかっていうと、こうもう声かけていただいた仕事全部やるしかないんですよ、はい、とにかくやっていくそうなんですよ。その中で石津でやってるうちに精査されていくというか、はい、そうですそうですそうです、はい、なるほど、うん、とにかくいろいろチャレンジすごいですね本当にいろいろやってみるしかなかったんですね。それその苦労があると思うんですよ、起業してるからこその苦労とか、うんうん、あ、いろんな事業に取り組んでるからの苦労っていうのも教えてもらってもいいですか？うん、これはもう多分どの仕事をやる方も多分同じだと思うんですけど、日本と比べるとまず単価が安いことが多いんですね。そこの葛藤っていうのはすごいあって、それと加えてやっぱりその文化と言語問題ですね、はい、やっぱりこれっていうのは簡単にはちょっと超えられないので、もう今までそこで何度も苦労したことっていうのはやっぱりありますね。その文化と苦労っていうところで具体的に苦労した点とか何かありますか？日本の価値観でこうタイでも当然皆さん行きたいんですよね。でもやっぱり現実はそうじゃなくて、タイ人の方の働き方とか働くことに対する意識の違いとか、まあ、別にこれはタイ人だからとかじゃなくて、そもそも日本人と他の国の人たちってもう全然違うんですよね。違うのが当たり前なんですけど、特に来たばっかりの時、特に私も当たり前のようにそうだったんですけど、当たり前が当たり前に合わないんですよ、はい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 、全然当たり前じゃないんだけど、それを受け入れられないんですね。そうじゃないって思い込みたいんですよ、はい、もうそこが自分が働く時の苦労でもあるし、はい、お客さんとのコミュニケーションの中でそれをすごく説明することっていうのが難しくて、はい、いかにこう上手に言おうとしても結局僕もそうだったし、それを受け入れられないんですね。そうじゃないって思い込みたいんですよ、はいはいはい、でもそれだと仕事って全然回らなくて、自分との違いをちゃんと認識しながらどうやって回していくんだっていう、その壁にぶつかった時にそれを嘆いて、そこに、まあ、クレームじゃないですけど不満を言うっていうよりも、それをもうとにかく解決するための動きをもう最短で素早くこうやっていくっていうのを常にやっていく、いかなければならない。日本以上にミスした時の心のリカバーがこう簡単ではないかなと思いますね。しかも起業して自分で事業されてるからこそ、タイの方をマネージメントするって立場もありますし、でお客さんと向き合う代表でもあるから、その責任もあるので、そこの文化の違いみたいなギャップはより一層こう自分に返ってくるところは玉さんの場合はありますよね。そうですね、そこはもう常に大変で、はい、これからも思い続けるところですね。まあ、だからこそ仕事を頼んでくれる人が生まれるというか。そうですね、はい、あ、もう本当その通りだと思います。あ、そこがやっぱり海外で働くメリットでもあるかもしれないです。日本だと当たり前にできる人たちがいっぱいいる中で、どう自分が目立って
っていくか。タイの場合はまず当たり前にできる人が実はそこまで多くない、はい、だから少し努力してそれができるようになるだけでこう成功への道が見えてくるみたいなところはあるかもしれないですね。まあ、苦労もあるけど苦労があるからこそ、まあ、チャンスもあるっていうところですよね。簡単その一方で、はい、じゃあ当たり前のことをできるのかっていうと結構難しいじゃないですか。難しいです、ね、でもできなかった時実は諦めなきゃいけない立場にこうたくさん直面することも海外にいる時ってよくあるんですよね。そうですね。でここで結構病む人が多いんですよ。でその諦めることってすごく精神的に負荷がかかって不動産とかも特にそうなんですけどどれだけ自分が努力してもやっぱ例えばオーナーさんの決定って覆すことって基本的にできないんですよね。でその時にじゃあどうしなきゃいけないのかってそうしないために事前にどれだけこうお客さんにタイに目線を合わせてもらえるかっていう説明をするかどうかになってくるんですね。だからできないことをその直面した時に諦めて自分をこう心を持ち直すみたいなところを事前にこうタイに来る前にこうイメージしておくとなんか失敗しても次のステップでまた頑張れるっていうことがもしかしたらあるかもしれないですね。タバスさん自体が本当にもう嫌になりかけたりとか、はい、そういうことってたまにあったりするんですか？うん、あもうしょっちゅうありますね。いやもう単純にその先ほどの話でもあったんですけど説明したらやってくれるかってやってくれないことなんていくらでもあるし自分はこう思ってる相手に伝わらない週に1回以上あるんじゃないですか。もう嫌になることってでも結局そこに心を病んでもしょうがないんですよね。時には切り離さないと自分の心も持たないし結局そこにこう釣られてこう業務がマイナスの方向に行ってしまう。諦めるときはもうスパッと諦めて、まあ、そこにこだわるんじゃなくてとにかく新しい領域で頑張ろうとする新しい人を幸せにすると思って努力を続けていくしかないと思いますね。なるほど。それもいろいろこうやってきて苦労して悩んだりしたからこそあ、そうじゃなくてもっと新しいことに使おうとか。そうですね。自分でその辺を対処できるようになってきたっていう。そうですね。でこれ本当に言い訳みたいなんですけどあもう不動産はもう自分がコントロールできないことも山のようにあるので、はい、もうその時に精神的にタフになれるのかどうかっていうのは本当に大事なポイントになると思いますね。タバスさんが鋼のメンタル持ってるから取り切れるのか経験の中で培ってきたものかというと、うん、そうですね。やっぱりそこは僕は日本での経験が生きたと思いますね。製造業って多分そうだ特にそうだと思うんですけど今言ったその自分ではコントロールできないところでのトラブルって多いと思うんですよ。でもその中でも常にやっていかないといけなくて止まってはいけなくて結局次々新しいことをやって努力を続けるしかないんですね。そういったところは製造業にいた時に学ばせていただいたし不動産の時もそこで昔ながらのすごい体育会系一般的にブラックと言われる職場だったんですけどそこでこう努力をしてこう結果を出したことっていうのがある意味その自分の心 の, その担保になってるというか最後そこで諦めてはいけないこう頑張れるんだみたいなところの自信につながってるような気がしますね。多分どんな組織にいてもやっぱり難しいことはたくさんあってそこでの経験を次にやっぱ生かすことですよね。おっしゃる通り。アジラボ。タイのことはお好きですか？大好きですね。あ大好きなの。家快適だし安くご飯が食べることができるじゃないですか。あとは人脈人生の選択肢多すぎじゃないですか。タイで生きることって働く人にとってもすごい快適な環境があって、はい、活躍したい人にとってもなんか魅力的なマーケットがなんかタイはある快適な生活だけじゃなくて活躍する場もあるっていうのはぜひちょっとインタビューを通じてぜひ伝えたいことかなとは思いますね。素晴らしい。アジラボ動画を最後まで見ていただきありがとうございます。アジラボチャンネルでは海外キャリアについての情報を発信していくので、興味ある方はチャンネル登録、そしてグッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。